今日は雰囲気とセリフと貯金額というテーマでお話しします。私30年間 JAL でキャビンアテンダントをやっていまして、今はデパ地下でサラダを売ってます。34年もかけて接客業をやっているとですね、特に CA の時はですね、たくさんの食事会に参加してきて、いわゆる合コンっていうやつですよね。で、若い男性の方とお話しする機会が多かったんですけど、そんな中でなんかこういう雰囲気の人はこれぐらいの貯金があるなとか、こういうセリフ言う人は貯金額がいくらだなみたいな、これもうなんとなく分かってきちゃいましたと。可愛がってくれた先輩がまさにドラマ大和なでしこの松嶋菜々子みたいに、夢の玉の腰を狙って合コン三昧の毎日を送る現実主義のキャビンアテンダントで、目指すは大富豪との結婚と言ってお金を愛し合コンを渡り歩く情熱的な人だったので、私も一緒に行動してしまいました。なので今日はですね、もう完全にその私の経験に基づいてですね、お話しさせていただくんですけど、加えてですね、今回はちょっとサラリーマンに限ってお話しします。経営者とか自営業の方っていうと、こういう人たちっていうのはいろんなパターンがありましてですね、ちょっとぐちゃぐちゃになって傾向がつかめなくなるので、今回はサラリーマンで若干借金がある会社員から貯金が約3000万円ぐらいまで、これぐらいの会社員の貯金額の傾向についてお話しさせていただきます。このセリフを言ったらもう貯金額がこれっていう、ここもうピンポイントでわかるセリフがありましてですね、これちょっと皆さんも一緒に考えてほしいんですけど、例えばですね、20代が言う、自分ですか？自分ってほとんど貯金してないです。貯金とかほぼないです。これですね、20代の人が言う貯金とかほぼありませんってやつです。いや貯金はほぼなくてっていう、この雰囲気でこういうセリフを言ったらこれ貯金額いくらかっていう話なんですけど、もうこれは私のビッグデータによるとですね、これ貯金額50万円です。これはもうほぼ間違いないですね。もう私の経験上なので、20代でこのトーンでこのセリフ言ってきたら、もうこれは貯金額50万円です。性格は素直でとっても素敵な人たちです。次、似たようなところでですね、30代と40代が言うセリフで、いや自分ってあんまり貯金してないんですよね。いや自分ってあんまり貯金してないんですよねみたいに、こう目をキョロキョロして言う人っていますよね。その周りを伺うみたいな、周りの反応を見ながらこういった雰囲気でこのセリフを言ってきたら、これ貯金いくらあるのかという話なんですけど、200万円から500万円です。これも私のビッグデータによるものなんですけど、これに関しては完全にこの範囲内で収まります。もう批判も例外も受け付けません。例えば30代40代の同級生の集まりとかで、いや自分はあんまり貯金してないんだよねみたいな感じで同級生の顔色を見ながら言う人っていうのは、貯金額は200万円から500万円に収まるっていう風に判断して大丈夫です。次に、これは20代後半から30代前半の人で、たまにこれ言う人がいるんですけど、自分ですか？自分はすごく仕事頑張ってるんですよ。まあお金だけはあるんで。みたいな、友達同士で集まった時にこれをボソッと言う人いると思うんですね。まあお金だけはあるからなっていう、友達同士で集まった時にボソッと言う人いると思うんですけど、ポロッと口から出ちゃったみたいな雰囲気を出して、周りの人にでもちょっと伝えたいみたいな、このまあお金だけはあるけどって言った人の貯金額がいくらかっていう話なんですけど、これもうドンピシャで私当てられます。これはですね、貯金額1100万円なんです。
サラリーマンがボソッとけどちょっと伝えたいっていう風にお金だけはあるっていう貯金額は1100万円なんで、これは皆さん覚えておきましょう。テストに出るかもしれません。次にですね、まあ雰囲気的なところで私がなんとなく思っているのがビジネス戦闘力の誇示っていうやつです。これどういうことかというと、自分はどこどこの会社に勤めてますみたいな、今までこういう株式会社で働いていて、新卒では大きな会社で働いて、そして転職してここに行って、なんかこういうキャリアとか今のポジションとか、こういうなんかビジネス戦闘力が強いですっていう、ビジネス戦闘力を誇示する人っていうのは結構貯金は溜まっていないんです。自分はこの〇〇株式会社で勤めております、おままごとじゃなくって真剣にやってますっていう、まあこれをちょっと表明したい会社ってありますよね。五大商社とか広告の大手とか、こういう人ほどお金は溜まっていないんです。似たようなところで言うと、これもむちゃくちゃ偏見なんですけど、海外で仕事するイコールイケてると思っている、そういう雰囲気を出す人っているじゃないですか。こういう人も貯金は溜まっていないんです。半年に1回ジャカルタ行きますとか、半年に1回マレーシアのクアラルンプールへ行きますとか、オランダのアムスやヘルシンキなどにも行っちゃいますみたいな人って結構いると思うんですけど、こういう海外で自分は仕事してます、ビジネスクラスに乗ってますっていうプライドというか、こういうのがイケてるって思っている、こういう感覚を出す人も貯金が溜まっていないんです。で、この自分は〇〇株式会社に勤めてますっていう、こういうプライドっていい意味でやっぱり自分のやっていることに自信を持っているんで、これってかっこいいと思うんですけど、ただこういう人たちって自分の見栄と突っ張りコストに月8億円ぐらいかかっているんで、そういう意味でこういったビジネス戦闘力の誇示をする人たちっていうのはお金がなかなかたまらないんです。こういう肌感覚があります。次にですね、貯金がどうのこうのっていうことじゃなくって、お金の話になった時に目の奥の奥がスイッチオフになる人っていませんか？なんかお金の話になった瞬間に一気にトーンダウンするというか、なんならこう息苦しそうになる人までいます。こんなイメージですね。その例えばですね、遊園地でジェットコースターに乗る時になって、みんなで楽しもうぜってなってる時に、自分はジェットコースターには絶対に乗れないって言ってトーンダウンする人がいるみたいに、あー自分はいいや、みんな行ってきてみたいに、このトーンダウンというか、もう居づらいみたいな、自分は別にいいですみたいな感じで、こういう感じでお金の話になった時にトーンダウンする人いると思うんです。こういう人たちの貯金額は0円から100万円です。なので、この本能のところでですね、目の奥の奥の奥がですね、スイッチがパーンって切れる人がいるんですけど、お金の話になった時に、まあこういう0円から100万円っていう範囲の貯金額のイメージがあります。これですね、実際私の学生時代の話なんですけど、私お金を持っていなくてですね、まさしくお金の話になったらまさにこういう状態で目の奥をスイッチオフしてた人間なんで、めちゃくちゃ気持ちがわかるんですけど、要は現実自分がバイト代でいくら稼いで、実家から仕送りがいくら来て、そしてその中からいくら使っていくら余らせようっていう、ここを意識して生きていないんで、計算したりもしていないんで、貯める力もないですし、向き合ってもいないんです。現実お金持ってないっていう、こういうことに向き合いたくないので、もうざっくりそういうのはいいわみたいな、関係ないないみたいな、このトーンになって目の奥がスイッチオフになってしまうんです。まとめると、雰囲気とセリフっていうので思い出したんですけど、私 JAL でよくミスをして注意されていました。その時の謝り方が雰囲気とセリフってことで、私はうまかったんで、ちょっとやってみます。例えば先輩に、あんた何やってんの、なんでこんなことも知らないのって怒られたとします。そしたら私は言い訳せずに、本当に申し訳ありませんと、あ、すみませんと、本当に申し訳ありませんときちんと謝罪して、その時にこう
こうやって振り返って、まるで今コールボタン鳴りませんでした、お客様からコールボタン鳴りませんでしたっていう風に急いでギャレーから飛び出るっていう演技をよくやっていました。以上です。